どうやらこの村は精霊信仰に熱いようですね。あらぬ誤解を防ぐためにもミラさんが精霊の主だということは伏せた方がいいでしょう。そうだな。こちらの世界で波風を立てるのは本意ではない。ローエンって知識だけじゃなくてその場の判断も的確だよな。年の功というやつだろう。ローエンにはいつも助けられているよ。うちで言うとクラスみたいな感じ。クラスさんは年の功というにはまだお若いような。年はそんな関係ねえのかもな。うちのリタってのもまだ若いのに頭は一番切れてるぜ。うちは強いて言えばアイゼンかしら。知ったかぶりもかましてたけど。俗に知恵袋というやつでござるな。まさに拙者にふさわしい言葉でござる。そう？どっちかというと私の方が妥当だと思うけど。これはどちらがアルドの知恵袋を勝ち取るんだ。うちの知恵袋リーカだな。頼りになる方がいらっしゃるようで何よりです。
か。この熱気、干物になるのも時間の問題でござる。それだけ火の精霊の力が強い地帯ということだろう。サラマンダーもちょっとは手加減してくれてもいいのに。口にしたら余計に熱くなる。おとなしく足を動かそうぜ。サラマンダー、サラマンダーか。どうしたんだクレス、何か思いついたような顔して。ああ、サラマンダーにこう言ってみるのはどうだい。こんな熱くちゃたまらんだなんてね。かなり涼しくなったわ。氷のような眼差しだ。暑いはずなのに拙者、身震いが止まらんでござる。